はい、それではヨッシーウールワールド再開していきたいと思います。前回の動画投稿からだいぶ日が経ってますけど、正直に言います、サボりました。サボってました、申し訳ありませんでした。何でもですね、このステージごとの、フラワーを集めると、このね、例えばこれ今33個集めたんですけど、これが40個集まると、もう一つ各ステージごとに、もう一つコースがあるらしくって、その隠しコースが遊べるっていう話だったんですけど、自分はそれ知らなくてですね、まあ花を集めてはなかったんですけど、でこれをどうしようかなと思って、今、まあ信用してくれなさそうだけど、何ヶ月か悩んでたんですが、まあ、とりあえずなんか普通のコースをクリアして、でそれからまあフラワーとかを、まあそうですね、撮影会とかで集めて、その隠しステージを遊んでいこうという、まあそういう考えに行き着きました。なんでね、とりあえず普通のコースをまずはクリアしていこうと思います。さて行くか、ワールド 2-1、はためく砂漠を越えてと、スイカ食べ放題って書いてあるけど、これどういうことだ。ヒップドロップがパワーアップ、スイカ食べ放題、これですか。よしか、久しぶりだから全然、どういうこと。あ、吐き出すことで。なるほどね、分かった分かった、スイカ食べればこうなるわけね。見事に当たらん。とりあえずまあ集めるよ、それ全部吐き出してからじゃないとダメか。あると思った。ほい、だいぶ久しぶりだからね、操作が覚えつかないんだ。ないか、これスイカ取り放題にしたのが間違いだったかもしれない。邪魔で仕方ない。ほい、ほい、よし、あとは、まあ、毛糸玉が3つか。ほい、OK、おい、飛ぶな。中に、土管の中に入れるわけじゃないんだ。ほい、よいしょ、よし、ちゃんと忘れずに取っていくぜ。最初のフラワーをゲット。ほら、注意深く見ていくぜ。入れない。ほい、いって、ほい、この上いけるか、いけるかな、無理だ、一瞬止まったの、大丈夫か。ちょっとごめんなさいね、ちょっとまた風気味なもんで、ちょっと声がいつもよりおかしくなってるんですけど、そこのところは申し訳ありません。
スイカ使わねえな。そして毛糸玉がどっかにあるはずなんだ。やっぱこの上か。届かん、届かん。はい、だあの上か。でも入れなかったよな。よし、もう仕方ない、このまま行こう。とりあえずコースをクリアすることだけをね。意外とそこまで、でも意外とこのゲームそこまで難しくないよ。ドンキーコングリターンズとかかなり難しかったから、まだクリアはしてないんだな。あれまだ実は買って途中までしか進めてないんだよ。すげえ波が。こういう高いところでやりそうなんだよな。そんなわけなかった。とこの上か。スイカ取っちゃったら種全部吐き出すまで飲み込めない。オッケー、これ取れてる。よし、これはあ、こんなところ。ほい、これだけか。毛糸もなかなか集まんねえな。いけない。これはありか。こんなのありか。あれだね、こいつは痛い。え、倒す方法はあるのか。ないっぽいな。邪魔やな。これで直せた。よし、動いた。あ、言いたいことなかった。こうだろ。あら、よし、イエーイ。ビーツじゃなくて消えた玉が欲しかったけどさ。あ、こんなとこ行こう。こっちが隠しルートっぽいな。ほらな、フラワー出てきた。早速一つ取り漏らして、そして戻れなくなってる。うわ、固定したい。ハートこれぐらいしか残ってないよ。でっかいのが出てきて、固定するにはどうするんだっけ。固定するにはLボタンか。オッケーオッケー。
これいけなくね、いけないな。あ、こっか。はい、スイッチや。時間制か。走り抜けると。取れた。オッケー。だいぶ取れ逃してるな。探索がちょっと難しくなってる感はちょっとずつあるね。ここまで来たけどなかなか毛糸が集まらない。おいけた。種でやっつけられるかな。違う。一応倒せる。はっはっ。簡単。すげえ簡単に取れるこれ。意外と万能やな。意外とスイカ万能だったわ。はい、いただきますと。潜れなかったー。またスイッチ入っちゃう。よし、押せてね。全部取れてか。おっしゃー、あいで、あ、やめて。ハートはね、ハートがねえでやんす。どうするでやんす。ハートくださいでやんす。飲み込めないけど。よし、まだまだいけるぞ。うわー、こっち来んじゃねえよこの野郎。あー、やっちまった。まあ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 まだまだ序盤よ、まだ序盤よ、まだ序盤よ。こんなところで苦戦してるようじゃねえ、ゲームクリア難しいよ。第一、もう探索もしきれてないしね。第、なんだろう、てか重要、一番重要で探索は隠しアイテムは全然集めきれてないけど、まあ別にそこまで重要視するほどでもないような気もするけど、まあいっか。よし、これだ。
あると思った。ほい。ハートか。下手くそ。あーもう卵なくなった。卵ちゃんは消えてたまや。こいつで補充、補充したい。オッケー。3個くらいあれば十分かな。よし、ほい。これはいける。よっしゃ、順調順調。こっから先は順調であってほしい。ほい、オッケー。ほい、なんかあったよ。ほい、フラワーゲット、オッケー。取り逃したの。ほい、いた。あー、そ、お前じゃないけど、お前に狙って当てたわけじゃないが。ほい、おい、それやめてくれ。ここで待機しとく。よし、よし、潜れないっつ。あー、ようやくゴールか。すげえな、時間かかったな、ここまで来るのに。17分もかかったぜ。さて次行くか。クリスタル、洞窟の中にくっぽいな。あ、これがそうか。やっぱり一つのワールドになんかこう40枚って、これ全部集めないといけない的な、そんな感じか。そんな感じがするわ。裏表洞窟。あー、てかこのパワーバッジいらないような気がしてきた。これかな、必要なら。必要だなと思うのは、当たり判定がでっかくなるし、何より貫通するし。そういうことかよ。奥行きあったんだこれ。そういうことか。うわー、あのネズミの毛糸玉、ちょっと割と最初だったから、ちょっと割と最初だったから、ちょっとやり直すっていう道を選んだ。オッケー。ほい。こういう引っ掛けもあるってこと忘れないよ。
先こういうのが出てくるのかな。おっと、あ、こいつ勝手に人のものを取るんじゃねえよ。気づかれてやんの。こういうことね。こいつは飲み込んじゃう。オッケー。さっきのネズミも系統玉になるんだからいいよね。おとなしく系統玉になりな。あ、取られた。取れなかったね。よし、ゲット。ちょっとごめん、鼻かまして。よーし、ちょ、今日は最近鼻づまりがひどくて、あ、一切行き過ぎた、行き過ぎた。こうか、失礼。こういうことか。こっちにフラワーがあるんだけど、こうか。あ、そういうことか。なるほどね。意外と注意深く見ていかないことにはわからないね。こういう隠し通路もあるんだ。注意深く見ていこう。はい。ケイト玉取られちゃうな。これはどっち行けんの。こっち行くか。あ、どっち行っても正解っぽかった。特に気にすることはなかった。お前、おい、勝手に取ったかねやろ。どうすっかな、これは。これどうすっかな。もうこういうことだろうな。直接ダメージを受けるわけじゃないからいっか。ネズミにぶつかっても、ちょっとこうかな。意味ねえや。こうだ。よし、ダメージ受けちゃった。すげえ、俺このネズミからめっちゃ毛糸玉取られてんだけど。こうか。え、なんかありそうだな。向こう、ありす、あ、あるっちゃありそうだけど。こっち側からいけない。となるとこっちか。ちょっと隠しツールとかあったね。あとないか。何もないのか。
っという間にどこに行けばいいか分からなくなった。あ、こういうこと？ふう。お、変身するね。今度はなんだ？なんじゃこりゃ。モグラヨッシー B で土を掘ります。下にも掘り掘り、上にも掘り掘り。20分20秒。なんか見えない隠しアイテムとかがありそうだけど、全部掘ろうとすると多分時間かかるだろうな。掘れない。結構硬い、結構硬いのね。これはタイマー、タイマータイマー。オッケー。硬い、硬いやつはどうしよう。あ、お前はお呼びじゃない、お前はお呼びじゃない。くぅ、あとちょいだったのにな。まあ今のところ踏まえて、ビーズははっきり言って取らない方がいいかもしれない。タイマーだけ気にしていくか。取っちゃったけど、オッケー。これ積んだんじゃね。取れた。もう無駄なところで時間取ってんじゃねえよ。あー、意外と間に合わねえな。こうなってくると、どこにタイマーがあったっけ。このまま突っ込むか。よし、いけた。ふう。さっきのところにどっか隠し系統、隠し系統とか隠し花があったらどうしよう。一つぐらいありそうなんだけどな。ちょっと時間がシビアだったな。今度はこのドッスンみたいなブロックが邪魔だな。そのうち潰されそう。オッケー。あのままいたら潰れてたな。一応毛糸はここで補充。よし、どういくか。やめなさい。つい敵を見ると倒したくなるので、こういうことか。おい、よし、またお前か。お前らもしつこいな。
取るんじゃねえ。別に何個でも再生できるけど、なんか取られるとになってくる。なんか取られるとになってくるんだ。上にやった。よし。ここにも上から落ちるパターンか。さっきのチョロップがここにも出てきた。チョロップって言うんだっけ、確か。マリオストーリーでこういうやつが出てきたんだよ、確か。ネズミみたいな。おっしゃー、一気に下まで落ちちゃった。こうだろ。よし、いけへん。いけたー。ブロックが邪魔。あのこいつが邪魔なんだよ。ってくん、こうか。あれどうだっけ、もう忘れた。こっからはいけないんだっけ、どうだっけ、忘れてしまった。上か上か、こうか。こっから上に行くのが正解か。落としてないか、俺。こうか。で、確か俺、あの、毛糸を取るためにこっち行ったから、今度は左だ。オッケーオッケー。よし、いただきます。邪魔す、取るな。俺取るんじゃねえよ。お、花も毛糸も全て揃ったぞ。取るんじゃねえ、取るんじゃねえよ。だから、あー、イラってくる。まずあのビーズ諦めるか。超イラってくんな。超イラってくんだ、このネズミたち。いただきます。まとめて食べちゃえ。おっしゃ、フラワーにぴったし止まったってことはボーナスゲイ。今回いいね、ケイトと花が全部揃った。花っていうかフラワーな。全部集まるかな、これ。ドンキーコングリターンズのこういうのがあったな。スイカ取った方がポイント高いんだよ。ハンコアップ160突破。よっしゃー。
よしー、しましまよしー。次はワンワンっぽいな。アンデほどけるワンダフルなやつ。今度は大きな毛糸玉になるやつを使っていくぞい。一番左のやつなんで空白なんだ。ワンワンこれはどうすればいいのだよ。あ、そういうこと？あ、そういうことなのね。わかったわかった。なんとなくわかった。ワンワン、あー。なんとかこいつをこっちまでおびき寄せられない、おびき寄せられないかな。おびき寄せられた。ほい。ここで止まってるし、押せってか、そういうこと。あ、なるほどね。よし、上に来ていいな。上に行けないか。上に行けないっす。一気に下行っちゃった。上のやつ取りてえな。あいつもワンワンがいないとダメっぽいな。あ、もしかして一度、あ、違う違う違う、こうやって戻しておいて、そう、こうすれば上に上がってくるんだこいつは。で、こうする。そんでもって押して、こういうわけだ。オッケー。え、行き過ぎです。行き過ぎです。行き過ぎだっつ。こうだろう。おー、やめてくれ。行き過ぎだよ。よし、こ、うん、無敵やなおいあー、そういうことか。はいはい、こっちおいで。この状態は何に触れても、ハイのやつに触れてもなんもないな。おせねえ。こうやって押すわけに、押すしかないのか。めんどくせえやつだぜ。はいはい。上からはいけないのか。どう行くべきか。やっぱり上から行くんかな。よし、登ってきた。登ってこれへんのかい。
いいわ。どっから行けんだ。あそこか。ちょっと急には止まれない。意外とこいつ急には止まれない。まあ球体だからそりゃそうか。おい、こ行き過ぎだよお前。押してるのは俺だけど。よし、行けた。結構時間かかったな。こうなった。これでお前の役目は終わりか。よし、あら、いけねえし。こっちまでおびき寄せよう。よし、押せた。ちょ、よし。しかし探索しげてない。左か。結構カメラが、結構今回カメラ引き気味だね。どうした。広く見渡せると。あ、急にフォーカスしてきた。無敵すぎだろ。何もせずにあいつ倒したわ。
よいしょよいしょ。でこう押す、 OK で押していって倒すと、ここをこうしよう。痛い。よし、登ってこれる。これどうするかな。どっちの席に押した方が正解。どこでも構わないか。もう一匹必要そうだな。なんだ、針の山に当てれば倒せんじゃねえかこいつ。針には針が弱点でか。すげえ外しも。これ無理じゃねえ。こうするしかない。こんなところにあったとは。あ、そしてもうライフなくなってた。自分で押していかないとダメなんだ。こうやってでおびき寄せる。オッケーオッケー。だいぶ分かってきたぞ。まだ早いから。こオッケー。押せ押せ。よし。おい。やっぱりジャンプ台が来ると思った。おい。よし、今どれくらい集めた。わ、花全然集めてねえな。こいつ邪魔に。転がせってこと。おお、なんだなんだなんだ。あ、なんか楽しい。あ、そういうことか。こいつを、ウィンナーかありそうだな。一応してみる。ない、そうだな。ないな。ゴロン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 。パーン。イエーイ。ゲートもゲット。フラワー集めてないな。あ、通り過ぎた。フラワーどこにあったんだろうな。アンデほどけるワンダフルなやつ。よし、結局フラワー集められなかったけど、ケイトは集めることができた。で、これは、そうだね、撮影外の時で、撮影してない時で集めていきたいと思います。正直もう発売から結構経ってるから、攻略法を知ってる人は多分多いだろうからね。
シトラス、ストラスよ、シガモトに戻った。みかんや、よし、じゃあ次行く前に一旦休憩張ります。